にファーストセンチュリースキッツォイドバンドはイングランド出身のトリビュートバンド。プログレッシブロックバンドキング・クリムゾンの元メンバーで構成されたグループで同バンド初期のカバー曲を中心にライブを展開した2002年に結成。バンド名はキング・クリムゾンのデビューアルバムクリムゾン・キングの宮殿収録の楽曲21世紀のスキッツォイドマンに由来している。名付け親は キング・クリムゾンを主催するロバート・フリップ。最初のメンバーは、サックス、フルートとキーボードのメルコリンズ、ドラムのマイケル・ジャイルズ、ベースのピーター・ジャイルズ、フルートとキーボード、アルト・サックスのヤン・マクドナルド、ギターとボーカルのジャッコ・ジャクジク。ジャクジクを除くすべてのメンバーが、初期キング・クリムゾンのメンバーだった。同時期に、クリムゾンのメンバーであったヤン・ウォーレスは、2003年初頭に、 マイケル・ジャイルズの代わりに日本ツアーを行い、そのまま2003年から2004年のワールドツアーにも参加した。このバンドは、キング・クリムゾンの最初の4枚のアルバムや、アルバム、マクドナルドジャイルズをはじめとする、バンドメンバーのバックカタログからの作品によって、構成されたセットをライブ演奏した。彼らは4枚のアルバムをリリースしており、ほとんどが昔のナンバーを、 ライブ演奏したものだったが、新曲も含まれた。イアン・マクドナルドのレッド・ゼア・ビー・ライトや、ジャクジクによるインストナンバー、カトレイ、エス・アッシュズ、あとに彼のソロアルバム、ロマンティック・クリー・クラブに収録された曲などである。様々な国に拠点を置くメンバー同士で一緒にツアー、するのが論理的かつ経済的に困難だということもあり、バンドは2004年以来活動していない。 2005年にフェスティバル公演での演奏依頼があり、おそらく別の仕事が入っていたウォーレスに代わって、ガイ・エヴァンスをドラムに迎えた編成による再結成の可能性があったが、そのアイデアは実現しなかった。2007年2月にウォーレスが亡くなり、バンドの蓋は閉ざされてしまったようだ。後年に、ジャクジクとコリンズは、ロバート・フリップとの連名で、アルバム、ア・スケア・シティ・オブ、 ミラクルズを2011年に発表した。2013年、この5人全員に2人の追加メンバーを含むラインナップで新しいキングクリムゾンが編成された。キングクリムゾン50周年記者会見で明らかになった15の事実。ローリングストーン2019年7月8日閲覧。キングクリムゾン来日中、ジャッコとメルコリンズのインタビューが実現。 ロッキンオン2019年7月8日閲覧。ありがとうございます。